あ <laughs> ございますあなたのお名前は俺殿ですかありがとうございます俺殿私はエルフですこの森の奥に住んでおります この森に薬を取りに来たらいきなり襲われて気づいたら倒れておりました俺殿はどちらからいらしたんですかはあ町外れからですかでも一体 なぜ、こんなところまでって質問ばかりですねごめんなさいそうだ私の家にご招待します是非いらしてくださいというか私自身が動けないのでその お力をお貸しいただけると助かりますそうですそうですその奥の町が私の町ですはいエルフのみ住んでおりますあここですここが私の家です さ、どうぞ上がってすみませんおもてなしできなくてそれに私の看病までさせてしまってえそういえば何であの森にってあああの森に何でも直す魔法の薬草があるらしく 私もそれを求めて森に入りました町の人からは森に入られるのを止められたのですがそのどうしてもその薬が欲しかったので先を急ぎましたですが森に入ると何人かの人間に囲まれ戦闘になりました えあなたの周りに人間なんていなかったってああ私が全て消し去りましたエルフに宿る魔法で人間を消し去ったのですがその際深手を負わされましたもうダメだと悟った時 あなたがやってきたのです。あなたは、私のヒーローのようでした。俺殿が来てくれなかったら、私は今頃、森で生きたいていました。なので、あなたに恩返しがしたいのです。どのようなことでも、 私のできることなら何でもします。え俺は先を急ぐって。ダメです私のヒーローに恩を返さずに返すなんてできませんさあさあ、何でもいいですよ。あなたの望むままに、私にご命令ください。 ああなたはこんなところで逃げてしまう人ではありませんよねだって私のヒーローなんですものさあご命令を俺殿え本当にいいってって して私の行為を踏みにじるんですかあなたはエルフが嫌いなんですかもしかして、俺殿もあの人間と同じ目的でこの森にやってきたのですかだったら返すことができません。 この町のルールがありましてあの薬草の存在を確認した者も,もしくは私たちエルフを見た者はこの町から出してはいけないというルールなんですのだから俺殿は簡単には帰らせることができないのですでも 私を助けてくれた恩人だと思ったので私のお婿さんってことでずっとこの町で暮らして平凡に暮らせていけたらいいなぁなんて考えていましたがその様子だとどうやらあの人間たちと目的が同じような気がしますね。 俺どの考え直すなら今のうちです私のヒーローとして永遠にこの町で私と暮らすのとここで罪人になって一生を終えるかどちらになさいますかえそんなの知らん返せって。 やっぱりそうなんですね。やっぱりそうなんだ。私はあなた様が運命の相手かもしれないと思ったのですが、うっかりしてました。そしてさっきの返事でわかりました。あなたは敵なのですね。困りました。 あなた様は少なからず私を助けてくれた恩があるのでこのまま消してしまうのは少し私たちエルフのプライドが傷ついてしまいますだからあなたを魔法で洗脳して今日から私のヒーローになってもらいますそしたらあなたも死なずに済むしエルフのプライドも守られる 一石二鳥ですねさてとそれでは今から魔法を耳元でささやきますよいいですか俺殿俺殿今からあなたは。 深い深い闇の中に落ちます。助けてほしい。助けてほしい。もうちょっと待ってて。あなたが目覚めるには、私の言葉に従うこと。いい わかったわかったら、そうね、グッドボタンを押してもらおうかしら。押してくれた本当にそう。ありがとう。私千を目指してるから。 これからも絶対にすること。私との約束だよ。うん。やっぱりあなたは私のヒーロー。ご褒美にいっぱい愛してあげるわ。ゆっくり、ゆっくり。 ゆっくりおやすみなさい。わたくしのヒーロー。最後までご視聴ありがとうございました。評価、グッドボタン、チャンネル登録、通知、コメントをよろしくお願いします。Twitter もやってるのでフォローよろしくね。それでは。 おつだらー。ー